ファッション好きが集まる街、東京・原宿。日々トレンドが変わりゆく中、若者を中心に新たなブームとなっているのが、髪に大きなリボンをつけています。リボンのついたファッションです。個人的にリボンにハマりだして、最近リボンつけてます。気合い入れるときとかは頭に大きいリボンとかつけたりもしますねつけるだけで可愛さが増すリボン。しかしその大きさは徐々に巨大化していき、アクセサリーを扱っているお店で人気なのが、横が25センチで縦が10センチちょっとのものが一番売れています。手のひらに収まりきらないほどの大きなリボン、いわゆるビッグリボンです。10代から20代の若者を中心に去年の秋ごろから売れ始めたといいます。ガーリーなファッションとか、全体的に大きいヘアアクセサリーが流行る傾向にあると思います。その人気を受け、今では売り場を4倍ほどに拡大。売れる秘密は他にも。大きいのつけることで小顔効果とかもあると思います。さらにリボンは大きくなっていき、今では縦も横も27センチぐらいあります。この店では頭半分ほどが隠れるリボンも売っています。